簡単だけどおしゃれに見えるハーフワットのやり方を教えます。用意するのはゴム1本だけで大丈夫です。顔周り残したい髪の毛を決めて、ここですね、こめかみの、ここからジグザグに取っていきます。ざっくり手ぐを通して顎の延長線上のここで団子にします。ちょっときつめにお団子します。こんな感じです。はい、ほぐします。まずは5ミリぐらいつまんで大胆に引き出します。こんな感じで、そしてお団子をほぐします。左右に引っ張るとほぐれます。あとは耳にかけます、もみあげの髪の毛は残しておいて他を耳にかけます。あとは全体のバランスを見ながらちょっとほぐしを冷やしたりしてください。